やっぱりここなんかいるな。ダメだ、これちょっと声。この下水道のところから。が本物のギロチン。私は今ハグイにあるポアロ収容所というところに来てます。昔ベトナムがフランスの占領を受けた時にですね、捕虜が捕らえられていた場所です。でここ、とても非人道的なことをされていたらしくて、ベトナムの人たちが。で調べたところによると、そのベトナムの人たちがとても家畜以下の扱いをされていたと言われてですね、アメリカ CNN 放送では東南アジアで一番怖い心霊スポットとして制定されております。でそこ入れるかちょっとまだ微妙なんですけど、まあ本当にギロチンが置いてあったりとか、あとは足かせ、全く身動きが取れない状態にされていた当時の人たちのものが模型を使って鮮明に再現をされているらしいです。でまだあっちでまだ入れるかどうかわかんないんですけど、まあ、とにかく怖い心霊スポットということでね、まあ、お昼なんで大丈夫だと思うんだけど、お化けが出るんじゃないかということでちょっと行ってみたいと思います。はい、今中に入ってきまして、収容所ですね、来てます。多くの外国人の人たちがいる中で、まあ、僕、まあ、アジアンで来てるんですけど、もう入った瞬間ちょっと怖いです。昼間なんですけど、なんかね、このね、明るくもないし暗くもないみたいなこの空気ちょっとありますね。で外は多分まあ本当に人が逃げられないようにこういう、まあ、感じになってて、まあ、逃げられないですね、どう考えても。収容所なんで捕虜たちがいたらしいんですけど、2000万人いたらしいです。間違えました、2000人です。2000人いたらしいです。というわけでちょっと進んで見ていきたいと思いますが、ちょっとここから先はちょっと怖いかもしれないんで覚悟してくださいね。収容されている人たちが食べたであろうものが書いてあるんですね。まあ、毎週日曜日は肉が出たりとか、まあ硬いバッファローの肉とかが出たってことが書いてあって、まあ、英語で説明があるんでベトナム語と英語ですね。なのでまあ英語わかる方はすごく、まあ、読めるんじゃないかなっていうような文章です。でまあレンガとかこういうの作ったりで、こういうものでご飯を食べていたと感じですね。この中ヤシの木のヤシの実かのあれですかね、とでご飯を食べてた。で着てた服があそこMC って書いてあるみたいです。ちょっと衝撃的な絵になるんですけど、まあ、その当時の人たちがどういった風に可視化をさせられたかっていう模型がありますので見てください。これです、これですよ。これでこの日の当たらない場所で身動きも取れないから水ぶくれになったりして本当に亡くなったりとかしてた人が多かったらしいです。捕虜ですからね、殺していいのかっていう、まあ本当に足かせですよね。これはきついな。でなんかちょっとやっぱりね、人形だけどちょっと怖いし変な感じがやっぱしますね。この辺歴史もあるんだろうけど、ちょっと見て、あそこの、これ夏とか、今、クーラーがついて、エアコンついてるからいいですけど、夏場とか結構暑いけど、見てください、あの小ささ、換気扇、もう1936年とかに建てられたものなんで、まあ当然ですけど、やっぱりちょっとここなんかいるな、ダメだ、俺、ちょっと声、すげえ、なんか、視線やばいし、あら、一人になっちゃった。プリズナーっていうか、もう捕虜だから悪いことしたわけじゃないんだけどな、戦争だから。何？うわ、何これ。あ、いるなんか。あ、いるなんか。
一人。ああ、偉い、いなかった人かな。こんな鉄格子に入れられて、南京錠がかけられてて、一人でっていう感じですね。ここも独房かな、多分。まあ、結構この古さのは完全に感じますね。いやー、こことかだから言ったら事故物件って言ったら失礼ですけど、死んでますからね、人が。はい、ちょっと来ます。移動です。どこ？あ、トイレ。トイレだって。うわー、こんなの。いや、しかも人に見られてんだろうな。いやー、すごいわ。この昔の人たちのこれですね、情景が思い浮かべられますね。出してくれ、出してくれって感じでしょうかね。これは何でしょう。なんか拷問器具とかが普通に置いてあるらしくて、アンダーグラウンド、そう、デスセンテンス。いやーね、いやー、怖え怖え。あ、これもそうだ、これもそうだよね。人たちがこれによって香港の庭だけ焼かれたんじゃない、これに入れられて。うわー、なんか怖えや、普通に。さっきのは間違いで、こういう風にして逃げたそうです。この下水道のところからここバレないようにして、こういう風に逃げたのがさっきのあのコンクリートの塊だったみたいで、16人逃げたそうです。大変失礼いたしました。ちょっと今ちょうど進んできたところにギロチンがあるそうなんで、ちょっと見てみたいと思います。え、2階もある？2階もあるって。あ、びっくりした。なんかここは多分一人処刑場かな、普通に。いや、分かる、この空気、この明かりの感じと。これ開けてみますか、ちょっと。開けない、開かないか。ちょっと、あ、見えない。うわっ、さ、お前マジ最低、最低だわ。撮ってんのに。見て、あ、これ女性のところ。あ、女性と子供たちの部屋だ。うわ、暗くて怖え。あ、もうちょっと来ないでください、あなた怖いんで。なんか木が燃えた、きな臭い感じの匂いもしますね。ほら、子供たちという感じです。どう、女性と。やっぱ分けられてたんだね。こんな感じで女性と子供は分けられてたと。薄暗いよね、普通に。こんな明かり1個でさ、非人道的ですね。うわ、来た。あ、これだ、あった。これだ。これが本物のギロチン。初めて見た俺。やばい。デレレレって。これが落ちていくんだ。上からジャギンって。しかも普通に人殺してますからね、これ。入れて。いやこれ、頭ここを入れるか。うわー、ちょっとあそこにちょっとこう、も、要モザイクな画像がありますね、写真が。ちょっとヤバめの、ヤバめの部屋を見つけました。ガチでこう人が入ってた部屋ですね。足かせがあって、であそこしか見るとこはない、外。やばい、ね、はい、というわけで、フォアロー収容所どうでしたでしょうか。まあこういうやっぱりね、まあ、黄色い建物って基本的にはフランスの植民地の影響が残ってるものと言われております。で、まあ、本当に、こういうところに、ね、来ると必ず
戦争って本当に醜いもので、なんか人間のそういうところが見えるなっていうふうに感じますね。はい、僕インスタグラムとかフェイスブックも写真載せますけど、本当になんかちょっと心が痛くなるような場所でした。お化けがどうとかいうよりも戦争ってすごく残念なことだなって感じたっていうのが私の今日の感想です。僕のこの何やビデオの中にお化けが出てたよという人がいたら、ぜひコメント欄に言ってください。ポワロー収容所からお伝えしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。